はい、こんにちは、ペソでございます、天童続きやっていきたいと思います。我が領内に敵が向かっております。ガチの攻め込みか。あ、違うね、ごめんなさい、飛び地になってるところをちょっと回収しに来てるだけですね。さあ、あとはここは城できるのを待つのみで、原田さんはこっちへ来て、ここにね、陣屋かなんか建てちゃおうかなっていうところですね。高虎さん、あ、そっかそっかそっか、ね、ごめんなさい、ちょっと移動します。まあここはね、これぐらいの戦力でいいんですけど、総城の兵力もまあまああるんで、そこをメインでね、締めていきたい。でこっちはちょっと守りの拠点なので、ここは本当、3万程度の兵力があれば十分なんですけど、ゆずき城がね少ないんで、そのままいっちゃおうかっていう、まあ判断ですよね。本当はだから、例えば、築城でこことかにできればね、一番楽なんですよ。まあまあ南にも攻めれるよと。で、で近いんで、そのまま、うわ、13万に増えてるし、どうしようかな。ちょっとメインのやっぱり人材は、総合上に移動だね。で、あとはこっちから、まあ軍事的にあまりね、まあ3人かな。3部隊ぐらいでいいので、まあ 3×9 なんで、あと3万ぐらいは兵力持っていきたいんだけど、約7万2000なんで、 2万5000ぐらいちょっと移動しておきましょうか。まあ、ああ、全部いっちゃった。まあ5万ぐらいでいいでしょう。10万、ああまあいいや。こっちも10万兆、うん、当然あるからも一応、10台持っていっとこうか。
承知いたした。まあこっちはこれでちょっと様子見ましょう。さあできたかい。まだだね。彼らが出てくる様子もない。タタラ橋を抑えたいね。速攻で街並みの制圧が完了。あ、池さん、稲富さん失敗してるやん。届かない範囲の陣営やばいんで、ギリギリとかやね。お任せください。行け。兵糧撃ててもかな、本当に足りてない。ああ、一気に来た、一気に来た、びっくりした。退却！退却じゃねえよ。ここまで行くんですよ。そこじゃなくて、ここです。あれ。はい、ここまで行くんですよ。行け！前進！行け。前進。前進。進め。前進。作る余裕がなさそうなんで、これどっちへ行く。ああ、大久保さんの隊やね。うん、だったらね、もうそのままノブリンさんらで行っちゃってもらいましょう。その方が確実だ。諸勢力の拠点制圧。お任せを。で、あとはね、依頼をちょっと近場からかけちゃいましょう。彼でいい。で、そう、富田城の攻撃で、建築完了。この場にて待機。任せあれ。はっ。で、はっ。お任せや。街並みを失いました。ちょっと待って、どこ打ち合った？ああ、さっきのとこかな。下がってたね。ちなみにタタバラバッシュは、ああ、なるほど。
9000あるし十分だね。あ、出雲大社ね、あの神奈月じゃなくて神有月っていう呼ぶらしいですよね。あの神様が集まるから。一応あっときましょうね。だーれ、あー浮田さんか。今くれたらね、いっぱいお宝持ってるね。しかし、城が完成して今から攻め込むんで、輸送隊をちょっとね送っちゃいましょう。あ、その前にあれだ、その前も下手くれはないんだけど、歩兵をねやっとかないと。とりあえず様子見で5万は残したいので、56,432、56,432で軍馬は全部いきます。で鉄砲も5万残したいんで78479、78479、よいしょ。ああ違うよ、ここだよ。で、矢倉も、台風も全部持っていきましょう。そうですね。で原田さんはこっそり今のうちに石を作っちゃおう。ここからね、お任せください。ちょっとできるところで歩兵かけていきましょう。まあ1000以上あったらやっとくべしですね。あーしまった、1人動かしてたのにまた忘れてたな。まあいいか。
ではね、こんな感じでちょっと攻め込んでいくんですけど、準備ができればね。うん、来た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 。はい、お願いします。諸勢力の部隊が出陣しました。よいしょ、早っ早速出たね。でこれで北側に出てくれればこっちのもんなんですよね。誰が逃げた？あー、池田さんか。ではね、ごめんなさい、ちょっと7月入ったので、まずちょっとスカウティングをね、もう一回ちょっと練り直してみたいと思いますんで、一旦ちょっと今日は早めで申し訳ないですけど、まだね、17分程度ですけどね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。